クリスティアン・サプナルは、ルーマニア・ブカレスト出身のサッカー選手。スユペル・リグ・カイセリス・ポル所属、ルーマニア代表である。ポジションは DF。6歳の時に AFC プログレスル・ブカレストの下部組織に入団し、2002年にトップチームデビューした。FC ・カリアティス・マンガリアへのレンタル移籍を経て、2006年7月に、ラピド・ブカレストに完全移籍した。 2008年7月、遺跡金600万ユーロで、ポルトガルスーペルリーガの FC ポルトと5年契約を交わした。2008から09シーズンは右サイドバックのレギュラーとして、リーグ戦とタッサでポルトガルの2冠を達成し、タッサダリーガの CD ナショナルで、初得点を決めた。2009年12月20日の SL ベンフィカ戦後、チームメイトのウルクと共に、 スタジアム警備員二人に暴行を働き、2010年2月初頭には、ポルトガル国内の公式戦への6ヶ月間の出場停止処分が課された。サプナルは、処分を免れるために、フルスラピドブカレストに5ヶ月間の契約で、レンタル移籍した。その後処分は大幅に軽減され、最終的には4試合の出場停止にとどまっている。ありがとうございます。